1年最後の記念ですけど、2017年の慎太郎さんの振り返りはいました？2017年、はい、まああまり欲がないっすよね。まあでもこういろんなこうトレーニングの変化だったりとか、いろいろこう新しいことにはチャレンジできた年だったような気はします。福島県でもっと渡辺だったりっていうのがあって、はい、まあ2人ねグランプリ行くし、成田もグランプリ争い最後までしてたわけなんで、まあ全体としては、まあ、北日本全体の力が落ちてるとかっていうことではなくて、僕個人の問題ですよね。はい、はい、そうですね、まあ、付け切ったりとかちゃんと水槽してって刺したりとかしたら一着優勝、一着も取れるだろうし優勝もできるだろうしっていうことだと思うんで、まあ、自分の力を上げるだけでしょうね、あとは。はい、気は早いですけど、来年もいわきの再があると思う。ああそうですね、まあ、そこにやっぱりこうピーク持っていくような感じでやっていく感じになるでしょうね。はい、うん、まあ、今年もねそういうつもりでやってたんだけど、ちょっと遅れたもんね、やっぱりね仕上がりが。あ、遅れてはいないんだけど、オールスターの時にピークが来るような感じだと流れまでは追いついてこないんですよ。その前に仕上げておいて、佐藤慎太郎いい感じだぞってならないと、番組もそうだし周りの自力選手もそうだし、自分の力とこう展開とかが全部時差があるから、あれっていうのは時間差が、いやちょっと早めに仕上げとかないとね、来年は宮杯ぐらいかな。その辺でこうムードを作ってからというのは、そうそう、だからやっぱりこう気持ちの入ってないレースをしている追い込み屋が後ろにつくときと、気持ちの入ったレースをしている追い込み屋がつくときじゃ前走る先行選手の気持ちが違うんだよね。それは激しく反応する部分です。そう、ああいいかみたいな気持ちにさせちゃうような追い込み屋じゃダメなわけで、はい、そういうのをもうちょっとねこう早めに仕上げて行くことによって、そこはどうにかうまくマッチするんじゃないかと思います。じゃあその来年の戦いも楽しみにしつつ、広島記念、広島記念、はい、ね、なんか初日大地と一緒かなと思ってたんだけど違ったっすね。はい、杉森さんになりそうなんですね。はい、はい、大垣記念の準決勝を頑張ってもらって、あ、とりあえずそっち持ってくればいいよ。まあ決勝乗ってるんでね、うん、僕はまた任せますよ。はい、まあ、じゃあ今回は締めの慎太郎さんの優勝でいいね。うん、今回優勝して大宮記念優勝して大宮もダービーの特選、あそこと1月までで、そうです、来年の流れ作りができる、まあ、そうですね。まあでもこうなんていうかこう優勝とかっていうよりも一層一層ですね、うん、しっかり本当にレースを見せるという意味でも、そうですね、まあ、難しいとこだよね。そんな見せてもさ、なんかこうなんつうの、勝てばいいやみたいな、うん、空気もないこともないしね、今の競輪界ね。勝った人間が評価される、はい、その内容がどうのっていうよりも、うん、勝った人間だけが評価されるっていうのもあるから、